バスに提出しなきゃいけない月曜日筆着の学校のヒントですけども、まあ、これは5番のヒントです、こう一番括弧1の前半でこういうエクスポネンシャル x がこういうので挟まれるのを示せというんでこれ与えられてて、で下の方には cos x と sin x が sin x についてこういう不等号が成り立つと与えられてると、小さいのとでっかいのでっかいの小さいのを組み合わせると積分した面積の部分を a の3乗で割ったやつの極限を求めるけど、その面積の部分っていうのはこれからこれ引いたやつですよね、囲まれる部分っていうのは交点 p までのやつで、そうするとこれっていうのはこの不等号を使うとこれからこれ引いたやつとこれからこれ引いたやつ、こっちに ax なんでこれに ax 入れての間に挟まれると、で計算してやるとなんやらなって、で両辺全部積分してやるとこういうのとかこういうのが出てきて、どうもどっちもこれになるぞと、 a を0にしてしまったら a の5乗分の p の5乗っていうのは、かける a の2乗、 a の5乗分の p、 じゃあ a の3乗分の p の5乗っていうのは a の5乗分の p の5乗かける a の2乗で、 a の2乗は0に行くから、でここで前半で a 分の p の a0 の時のプラスから0に近づく時の極限一生懸命どうにかして求めてやれば、この不等号で挟み込みでこいつを k としてやると2分の k 2乗マイナス6分の k に挟めますよっていうことがわかりますね。つまりダイレクトにこれ積分してやってやると、積分してやったらあとで a3 乗で割ったってかなりしんどいことになって遠回りになっちゃってできねえって、そんなのやったことあるってことで、うん、やったことあるやつをうまくやって早く解こうという方針で使えるものを使っちゃえっていうことで、これをやるんだなということですね。で a 分の p の方の積分じゃ極限に関してはどうやってやるかっていうのはまた別の問題です。